こんばんは。庄屋に初登場。この島初登場。どうぞ挨拶。庄の2日目でございます。よろしくお願いします。本日のラグビーの春若です。楽しい夜を。いやもうね。このお二人は。朝昨日覚えてる？何言ったか。覚えてない。もうエッチなことばっかり言って。あいつだ、あまた。最初は遠慮してた。だんだん酔ってきて。尻尾見てる。まだ言ってるね、この人。まだ言ってる。二条さん。困るじゃない、はい、反対車やって。いやいや、もう大失敗でございます。30個もやるってんの。そうですね、申し訳ございません。とんだミステイク野郎です。見てくださいね、はい、俺今日ね、酢豆腐やろうと思った。うん、チートでチンが出ちゃった。いや本当にね、やかんやろうと思ったんですよ。そしたらね、そらじちゃんが魚ねどいだったのよ。なかなかうまくいかないね。そうですね、ネタ選びというのは難しいもんでございます。こっちは反対車、大阪東車ですよね。ああ、そうね。いらちの愛宕参りが堀之内。これは入れ歯の子だ。あら、さすがにあんさんここでやらないしね。流しで流し映っちゃう。粉の使ってんだね。粉ね、難しい。昔あのなんか水色のやつだったんですね。うん、あの流行師匠とか三陽先生がこうやって粉で。粉で。白くなかった。いや水色だったよね。さっきの入れ物なんか木工用ボンドみたいな、ね。なんかね、そうそう。粉は入れ物粉。木工用ボンドですよ。間違ったね。木工用ボンドつけちゃったら取れ。商品名はこれ外した。え？あ、外したの？外してやる。あ、だから。じゃあ NHK にやってもらっていいか。いや。NHK 取らないでしょ、この入れ歯のコーラ。あら、ね、修二さん、いや働いてんね。ねえ、こうやってみんな一人前になっていくんだよね。どうした？小文字さんの神さんどこ？小文字夫人、真珠夫人、小文字夫人。あら、ちょっとあんたの弟子がいるよ。倒す。え？何？はい？これ、お、でっかいハエがいる。なんかハエがいるんですよね、この芝居は。みんな芸が臭いからかな。あ、いいですね。あ、そっか。
首乳首はダメなの。うん、あ、ダメだ、出しちゃいけないんだ、出しちゃいけないの、うん、いや、でも愛さん、あ、いいねー汚ねー体いや、ショーは綺麗ですね、ショー痩せましたからね、ガリガリですもん。そうですか、10キロ減量したんですよ。あ、じゃあ楽じゃないですか、体はね、68.6 なったから減量したらよって、あ、腹筋したら10キロ減ったら、もう荷物を下ろしたようなもんですからね、階段やなんかでも。着物まで行けますけど、洋服はもう合わないですよ。ああ、そうですか。俺も10キロぐらい落としたら、はい、平野紫耀みたいになるかね。なるわけねえだろ。ありがとうございます。早いな。早いな。少しぐらい間を空けてよ。ねえ。あら。口上げて、口上げて。いや、じゃあ皆さん今日ショーの30国を、はい、こっちは大きすぎる、大きすぎる掛け声かけてくださいね、アイさんもね、よーい、文福はすぐ声わかるんですもうショーとね、文福師匠仲いいから、今日文福師匠のシャツこれそうなの、え、この何の時の彦八祭りで実行委員長やった文福師匠、文福師匠、文福師匠の説明をここですることもないんですけれども、うん、あれその文福師匠の後は副団事長で、あのダメになっちゃったんですよね、コロナに。あ、そう、俺言ってたよ、ステージで最後ね、そうそうそう、私も次の、実行委員長は、ね、まあ、そうそう、昨日言ってたあの春助賞ですか、はいはいはい、あの方が粛々って白伝になったんですね、春丸とか花盆なんて、はい、で粛々で白伝、なんかすごい変わり者なんですか、めっちゃ変わり者ですだから昨日言ったの、象の動物園、YouTube で探してて、象の動物園ぜひとも見てください、聞いてください、あの一斤さんって、あの柳家一斤さんが切り絵をしてんです、切り絵を、話し家ので、今日その粛々亭白伝師匠の切り絵だったんです。それで、あの、じゃあちょうどいいから、春若師匠に聞いてみますって、ね、あ、やっぱ変わりも岡本健次郎、はあ、私らね、北野高校卒業生ですね、違いました、大阪市立大学でした、いや市立高校で小春大学と大学でした、やっぱり新作が育つ大きな違いました、ゾウの動物園ね、知ってたか、じゃあ俺が行きます、ボロさんです、ボロさん、これは歌唱の出でございます、剣が使う数が1本くらい違うんですよ、あー、これ放射返しでこちら、あ、違うんじゃない、え、あんな塩しちゃっていいんですか、あのお茶はもうちょっと外ですよね、え、あ、調整したの、びっくりした、真ん中にいたしましょう。